はい、どうも、赤ペケです。そうだ、パーティーをしよう、その3の2、やっていきます。他は見やすいね。というわけで、昼は、スターの、交換費は、ポイント、固定制です。それで、前回は、のしよしにのしキノピオができたわけですよ。今回はどうなることやら。20コイン。夜は30コインだったんで、まあ損が出るんですよね。夜は変動が荒いです。変動が激しいです。スター2枚、じゃあ頑張るんだぞ。丸ケット、ケット好きだね。みんなケットやっぱ好きなんだよ。やっぱり、お、よし。ちょっと待ってくださいね。コンピューター見ません。丸。全然コイン、4コインって。4コインでケットをするかい。キノピオ。全部で8コイン集まったぞ。丸。引き分け。なんだ。なんなんたんだ。全体どうなってんだ。8、お腹鳴った、腹減った。で、前回カプセルを取られました。6、うん、入る。コンピューター強いとはなってますが、まあパーティーが強いとは限らないです。はい、3枚いいぜ。で、スターっていう効果もおかしいな。すっげえ腹な。じゃあ頑張るんだぞ、びっくりマーク。4、3、どっち行こう。どっち行こう。まあ。全体図じゃなくて、今回はちゃんと追ってみましょう。ここが、あれです。なんだっけ。あれです。シャッフルです。なんか、邪魔なのがありますが。こっち行ったら、ルーレット。パーティー、がありますと。パーティーは上からでも行きますが、今回は下から行きましょう。夜に、まあ、かけてみます。お、4人。ダーン。ダン。シルエットでコイン集め。なんかボーナス多いな。こんなゆとりだったっけ。まあいいや。すげえ腹の。記憶力ゲーム。なのか。まあ普通にやっていきます。なんか、上の方が相当騒がしいですよ。大丈夫でしょうか。おい、おい。いや、上の方騒がしすぎるだろ。どんだけ頭。大丈夫かよ。まあ、凡平にボカンボカンやられてたら、頭もどうかしちゃいますが。あ、まあまあ。だいたい、みんなコインが行き渡ったので、今回は、なんかスターがいっぱい出そうな気もしますが、どうなるんですか。50ターンあります。まあ、まあ予想は、できないと思います。まあ見飽きたらね。見飽きたで。まあ、どっか、他の動画へ行ってください。66。これは珍しい10コイン差し上げます。だって。
そんな珍しいか。で、9。赤マスじゃねえ。まあ、コインスロットやりましょう。これ、目押しだな。で、いや。宝箱ねえよ。おーい、目押しじゃねえじゃん。目押しじゃねえ。なんだこれ。ラグ、これやっぱラグが多い関係があるところですね。新しいレコーダーになって高画質になったのはいいものの、ラグがさらに拡大したんで、なかなか、またボーナスや。なぁ、なぁって。あ、これはいつかルイージが仕事しろよだった回でしたね。今回はルイージですが、違う、キノピオですが、ちょっと仕事してるんですよ。とはやべー、キノピオ働け働いてアミーゴ、あーお、こういく、オッケー。フィニッシュ。働け。うん。いや、まあ、働いたら働いただけコインがめちゃめちゃすごいことになっちゃうんですが。まあ、そこはそこで。コカメック。コカメックは、前回まで出てませんので、効果を忘れました。動画を止めてでも見てください。ここい。悪いじ、そんな侵略家だったっけ。キノピオ、なんか実況の質がだんだん下がってるような気もする。大丈夫かな。45コイン。てい。てい。てい。おー。さすがキノコ。取りますね。まあ、ここは本当にコインが大事なステージですね。なんで、ほんでちょっともん勝ちですよ、コイン。一度に5個まで交換できるということで。もう、壮絶な取り合いになります。ソルル、アピアーズ。やっぱ、3つ。うん。で、まあ、こういうシステムの関係上、一気に4位から2位になれなくて、やっぱ、サハンジなんですね。すぐに逆転できるという、まさにギャンブル的なステージです。ギャンブル的じゃねえ。戦略的なステージです。で、いや、3、赤やん。赤やん。アポやん。アポやんっていうドラマあったような気がするけど。見てねえ、マイクミニゲーム。マイクミニゲーム。マイクでクリボー。まあ、聞いた感じ、なんか、実際な感じしますが、一匹でも生き残るようにという、まさかの、ドメスティックな、ミニゲームなんです。やば。追い出すんですね、クリボー。というわけで、今回はマイクじゃなくて、コントローラーのやつでやっていきます。わあ、かわいい。R で、こうやって、逃げろ。逃げろ。で、やばい、いや、右。下。これやばいぞ、やばいぞ、これ。逃げろ。上行け。あ、やべ、パソコンついた。あー、下行け。左。
あ、逃げろ、逃げろ。逃げろ、逃げろ。ね、ね、ね。右、右、右。下、下、下。あ、危ねえ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 。危ねえ。これ絶対マイクの方が簡単だ。これ絶対マイクの方が簡単だ。なんつう。さて、夜になりました。ルーレットです。あ、このルーレットはですね、関係ありません。次回は新しいところを始める。30だけになってくる。まあ、次回、変わります。というわけで、ここまでとしたい、ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。